今回はイギリス人アナリストだから分かった日本の強み弱みを紹介します。日本は足し算文化日本人に解決能力はあるか面倒くさいが日本流強すぎる個人主義が日本の特徴効率の悪さをのびしろにする日本の成長を約束する提言集。 日本人論大ベストセラー第2弾、最近の日本の自画自産の風潮に対する危惧をはじめにで示し自国・他国の比較や優劣をつけることへの疑問を投げかけています。そこから1作目でも触れている経済大国としての日本人口と少子化の問題労働者と経営者の対比観光等の側面について 他国との比較からではなく日本の持つポテンシャルとして強みと弱みにえり分けて縦横に分析しています丁寧に一つ一ついいとするところを説明し言葉遣いにも気を配り日本を否定していないことを繰り返し伝えているのが印象的です前作のかなりの賛否両論のゆえでしょうかしかし気遣いはしつつも 確信をつく洞察と分析の結果を仮に読み手の反発を招くような強めの文言であっても必要な箇所では正直に表現されています今作でも賛否両論を呼ぶだろう言葉の力は健在です読んでおくことが必要な本個人的には一読では終わらせられない内容です以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。